ビンセント・ウィリアム・ペスタノは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州オレンジ軍ハンティントンビーチ出身の、元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。カリフォルニア州立大学、フラトン校から2006年の MLB ドラフト20巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。2010年9月23日の、カンザスシティロイヤルズ戦で、メジャーデビューを果たした。2011年は、 シーズン途中からセットアッパーを任され67試合に登板した。脱三振率が非常に高くアリーグの救援投手では5番目に多い84個の三振を奪った。2012年も前年に続いて好成績を残しジョエル・ペラルタに次いで両リーグ2位の36ホールドを記録した。2013年開幕前の2月27日に 第3回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出されたことが発表され代表入りしている。2014年8月7日にマイク・クレビンジャーとのトレードでロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムへ移籍した。8月10日にメジャー昇格したが16日にわずか1試合の当番のみで参加のトリプル A 級ソルトレークビーズへ降格した。 9月2日にセプテンバーコールアップでメジャーに最昇格した。エンゼルス移籍後は12試合の登板ながら防御率0.93、9.2イニン,ングで13、脱三振を記録する力投を見せた。この移籍後の防御率0.00台に引っ張られ、インディアンスでは5.00だったが、シーズン通算では25試合で防御率2.89にまとめた。 2015年7月28日にィーフとなり8月3日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ソルトレークへ配属されたオフの10月5日に FA となった2015年12月19日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ2016年は開幕から参加のトリプル A 級 スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレーしていたが、7月5日に自由契約となった。2017年4月4日に、独立リーグアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約。2018年3月29日にアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。6月13日に現役引退を表明した。ありがとうございます。